さて、カシュール村占領作戦にあたり、考古の憂いを断つべく、我々でこの戦場の拠点を潰し、帝国軍に混乱を起こすぞ。はい。はい。でもこうして教官と戦場をかけられるなんて俺光栄です。存分に勉強させてもらいます。殊勝な心がけだなフルカード。実際私個人としては未熟な生徒たちをあまり前線に出したくはないのだが。心配なら無用です。気高く戦い抜いてやりますよ。せっおっとたてやくそただせとやっていくぜやいくぜだれややったやったはっせっとほらてやはっけしとてやかよちくーてやせっささあやれるかフルカード。もちろんです。気高く戦ってみせますよ。さあ行くぜ帝国軍。気合を入れるのはいいが、戦い抜くことより生き抜くことを優先してくれ。教官了解です。たこっちももだてやええ、生き抜きますよ。あなたに言われずとも。おおい、ユーゴ。よ。た。やっほ。てや。そら。せっかく。てや。だれや。よ。はあ。はっせ。はあ。せや。だ。はあ。せや。おっと。てや。な。はあ。おのれ、そこを動くな。やれやれ。そんなまだだ。はっ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 お前たちどうした？動きがぎこちないぞ。え？いや。別に調子悪くはないですけど。せっ、個々の不調というより二人の足並みが揃っていない。これでは入学当初以下の戦闘力ではないか。なっ、そんなはずは。はっ、やっ、なあユーゴ、俺たち別に何とも。誰のせいだと思っているんだユーゴ。あ、ごめん、レオに言ったわけじゃないよ。むしろ足並みが揃わないのは僕のせいだ。ここからはちゃんと合わせるから。そうか。お前がそう言うならそれでいいんだけどよ。たっせとたくせた。でもさ、実際俺たちって強くなったはずだよな。やった。まあこの1年毎日いろんな訓練をしたり、困難な任務にも出向いているからね。誰？入学当初よりは確実に進歩してるはずさ。とだよな。この戦場でも僕たちの手で必ず成果を上げよう。どこの誰にも文句を言われないようにね。たった、うん、そうだな。まだだ。せ
やはり戦闘センスだけは一級品だな。また拠点が見えてきたぜ。ああ、このまま突っ込もう。ほら、じゃあ頼んだぜユーゴ。いや任せてよ。レオとセリアは僕が絶対に守ってみせるから。あ、ああ。ユーゴ、真っ向勝負で行くぞ。ああ、レオらしいね。それ以上は許さん。俺が出る。こいつで決めるぜ。ユーゴ、このまま押し切るぞ。言われなくても。よし、やったぜ。今の拠点での動きはどうでしたか、教官。まあ、旧大点といったところだな。相変わらず手厳しいっすね。お前たちには以前から互いに寄りかかりすぎるのは問題だと話しているが、志が一致していないのはなおのこと問題だからな。マジかよ。失敗は次に生かせ。何？お前たち二人の場合、お互いが正しく同じ方向を見ることで初めて本来の力を発揮する。だからあまりアルビエに気を使わせるなよ。気づいてたんすか。当然だ。私はお前たちの教官だからな。僕たちの教官ね。油断せずに行くよ、レオ。余裕余裕。せよ。よ。た、来い。よし、俺たちの本領を発揮してやろうぜ。分かってるよ。セリアの分まで頑張ろう。せよ。その息だ。フォローは私に任せて。お前たちは存分に暴れてみせろ。ほら。やった。せやった。このまま僕たちの手で戦いを終わりにしよう。ものども、一気に畳みかけろ。これがフルカード流だ。何？くらえ。押せ。レオ、このまま攻め抜くよ。腕。ああ、任せとけ。よ。ここもなんとかなったな。でや。ほら、行くぜ。おっと。教官が一緒にいてくれるおかげで。戦場っつうのも案外楽勝っすね。あまり調子に乗るな、フルカード。そういう時こそ
最も命を落としやすい。目の前に集中することを忘れるんじゃないぞ。すみません、肝に銘じておきます。てあ、それでいい。受けてみろ。なるほど、レオ相手にも死を教える特別授業ですか。ああ、さすがだよな、教官は。バカな。ためになるぜ。そうだね、実にためになる教えだ。心に強く刻まれるほどに。まだだ。おっと、この拠点も一気に叩くぜ。まずいぞ、ここまで攻め込まれるなんて。帝国側も随分逃げ腰になっているようだな。て、ええ、僕たちに、いや、あなたに恐怖を感じているんでしょうね。て、しも、私は今は目の前に集中すべきなのでは、教官。そうだな。せっ、何せっ、行くぜ。ほら、せっ、おい、援軍バカか。よ、これがフルカード流だ。せっ、くらえ。せっ、押せ。出した。行くぜ。よし、気高く制圧完了。まだまだ拠点は残っているようだけどね。早くここ一帯を落ち着かせたら。ああ、すぐにセリアの待つカシュール村に向かおう。くぅ、腕が鳴るぜ。待ってろよ、カシュール村。俺が気高く颯爽と帝国の支配から解き放ってやるからな。そうだね。やっはたはたたよ。教官はどう考えますか。何がだ。カシュール村に関する作戦です。せっは、レオの言う通り解放なのか、せっ、作戦名通り占領なのか。せっ、おい、ユーゴ、お前また何だって。構わないさ、フルカード。と、せっ、やった、せった、よっせ、いくぜ。せっ、ほら、よっ、てぇ、おら、いくぜ、せっ、ほら、ほら、てぇ、ほら、二人とも戦闘に集中だ、集中。ああ、分かっている。だが、一つ聞かせろ、シモン。今回の作戦への私の解釈を聞くことに意味はあるのか。あります、今の僕にとっては。そうか、ならばここを潰した後に答えよう。だ、そら、よっ、は、ほら、た、やっと、と、さ、やっと、やっと、な、おらおら、た、まだだ、た、せ、やっと、おらおら、は、せ、は、おら、よっ、おらおら、よっ、た、だ、せ、だれや、俺とユーゴならやれるよな。もちろんさ。やめろ、な、せ、おらおっと、よっしゃ、た、おら、いくぜ。よっしゃ、なっちゃ、はあ、おらおら、いくぜ。だ、ふっ、
ら。と吠えろ。俺の援護よ。やってくれるじゃない。くらえだ。おら。さあ。手応えありだな。あと少しです。だから。それでどうなんですか。よ、そうせくな。受けてみろ。カシュール村に対する連邦のアプローチは。せ。な。あくまで占領。な。フルカードの思いを否定するわけではないが、少なくとも私は自分や上を必要以上に正当化はしない。教官。そうですか。いや、それは立派で大人な考え方ですね。こいつは最高だな。せいや、危な。せい。あら。くさ。せい。せい。だ。そら。でも、そういう大人こそが簡単と悲劇を起こしていくのでしょうね。おい、ユーゴ、いい加減に。何も知らない正義の味方は黙ってなよ。何？やめろ、任務中だぞ。フワの付けをアルビエに支払わせるつもりか。行けますか。さあ、誰に向かって物を言っている。こいつは最高だな。こいつら本陣までやってくるとは。気を引き締め直せ、二人とも。私にも至らない部分はあった。そこは謝ろう。決しとれ。だが互いのためにも、アルビエのためにも。さあ、今は頭を冷やして意識を目の前に向けろ。せっ、しまった。そうですね、ごめん、レオ。ああ。もっと。せっ、村で苦しんでる人のためにも全力でやろうぜ。おっと。まったく、君って人は。はっ。とてーせっ、ほらは、マジかよ。そんな。せっ、まだだ。くせー。せっ、せっ、ほら。せっ、せっ。身のこなしが上達したな。いくせー。だほら。いくせー。いくせー。まだ終わらぬ、迎え撃つぞ。せっ、よっ、よっ。てっ、受けてみろ。吠えろ、俺の援護よ。たっだっせい、押せ。おっと、そりゃいくぜ。いくぜ。だっおらおら。さあ、やれるか、フルカード。ほら、もちろんです。気高く戦ってみせますよ。せたっ、おらおら。やった、やってくれるじゃないか。これでどうだ。てやっ。よし、これで終わりだな。じゃあ村に向かおうか。セリアが待ってるから。おい、ユーゴ。教官、お願いがあります。なんだ。二人の間に何があったかは分かりませんが、どうかユーゴの態度を許してやってください。フルカード、本当のあいつは誰よりも優しいやつなんです。俺がバカみたいに気高さだけ追求して生きてこられたのも全部あいつのおかげで。だから。分かっているさ、シモンを責めるつもりはない。
本当ですか？ああ、むしろ罰せられるべきは私の方だからな。それはどういう？いつかお前には話そう。だが今はカシュール村の作戦に集中すべきですよね。でも教官、さっきユーゴが村が連邦領だった頃に連邦が村人を苦しめてたって。連邦がそんな気高くねえことをするはずないですよね。フルカード、お前に連邦を信じるなとは言わない。だがな、信じるという言葉を思考停止の言い訳にはするな。お前自身と仲間の命を守るためにもな。